今年4月に常磐高速道路でトンネル火災がありまして、負傷者15名の方が出ました。その時にはですね、トンネルの出入り口に、トリアージポストということで、傷病者の程度を判別する場所を今日と同じように作りました。そうしましてパトカーによる先導で、搬送いたしました。こういった訓練が積み重ねていることができたので、そういったことが実際に対応できたと。回を重ねるごとに各機関との連携がうまくできるようになりました。